こんばんは、リンパケアサークルゆるふわのわしみです。今日もご質問をいただきましたので、そちらにお答えしたいと思います。いただいたご質問の方が、こちら梅田ゆき子さん、幸子さんでよろしいんですかね。梅田幸子さんの、反射ワーク気になっています。砂糖式リンパケアもつながっていますか、ということでした。僕の認識上ではちょっとこの方はご存知ないので、つながってるかどうかもちょっとわからないっていうのが回答になります。で、反射、前回のところもあったんですけど、反射ワークだったり反射の統合ワークっていうのが、おそらく原子反射の統合ワークのことだと思います。で、原子反射の統合ワークっていうのは、この方に限らず、その保育の現場だったりっていうので、いろんなところで行われていることなので、特別その新しい考え方というか、その砂糖式リンパケア独自のものではないので、いろんなところで気に入ったものですね、この方 その梅田さんのものが気になるんであれば、そこをまた受講というか受けていただいたらいいのかなと思います。で、砂糖式リンパケアの考え方としては、筋肉を緩めましょうっていうものですよね。で、その反射の統合、他のところもほぼほぼそうなんですけど、結局反射って、原子反射っていうのは訓練なので、訓練なので、その原子反射っていう、その反射を使いながら、その発達、進化と言ってもいいのかな、進化の過程を、その体そのものに学ばせていくっていうのが、原子反射の統合っていう話になっていきます。で、本当であれば、生まれてから、青年に向かっていって自然に手に入れていくはずのものなんですけど、それが生活スタイルだったりっていうので、飛ばしてしまうことによって、その要は満了してないよっていう感じですね。ポイント制みたいな感じで思っていただくといいのかなと思うんですけど、例えば赤ん坊の時にこれぐらいの、その原子反射のポイントが満了になると次に行くっていう風なのは本来の進み方なのに、その赤ん坊の時にポイントが足らないのに成長しちゃうことによって、次に少年というか、子供ですね、少年のところに行っちゃって、そこでポイントを始めてっていう風に、下のポイントが足らないのにどんどん次に行っちゃってしまってるよっていうのを、後付けでいいので統合ワークすることによって、そこを補完してどんどん発達していこうねっていう考え方になります。で、それをなんでしなきゃいけないのかなとか、あと砂糖式リンパケアで何それをするのかなというのが、その原子反射がその統合されてない場合っていうのは、要は体を緊張させて、変な話、その原子反射っていう反射を緊張で抑え込むことによって次に進んでるっていうことで、潜在的に緊張が残ってしまう。本来であれば統合されると、その反射が自然に、要は自分の体に馴染むって言い方がいいのがあれなんですけど、馴染むことによって緊張が起こらないんだけど、反射が起こらないので、ただその原子反射が足らない子っていうのは、反射が起こってしまうことによって体が緊張が出てしまう。で、それを抑え込むためにまた緊張を生むっていう風に、潜在的に体に緊張が残ってしまう。で、僕らはその筋肉を緩めましょうっていうことをするので、筋肉のその主義セルフケアだったりで緩んだとしても、原子反射が残ってると結局また緊張がすぐ出てくる。もともと緊張が中にもう埋め込まれているので、で、それを統合ワークをすることによって、その緊張が解消されてしまえば緊張しなくなるよね、要は筋肉が緩みやすくなるよねっていうことで、統合ワークを入れてるっていうことになります。で、統合ワークの考え方としてはものすごく単純なんですけど、その原子反射の動作だったり刺激だったりっていうものを、情報を体そのものです、体そのものに入れ込むっていうのが統合ワークになります。なので、いろんなやり方があったりはするんですけれども、例えばこの後ちょっと一番簡単なやつを、ワークをご紹介しようと思うんですけど、一番最初の原子反射っていうのは、要は胎児ですね、胎児、お腹の中にある胎児から生まれてくるっていう、詳しいやつなんかは佐藤先生のその生まれ変わりのワークっていうのを見ていただくといいと思うんですけど、僕はこの後はちょっと動作だけをちょっとご紹介していこうかなとは思うんですけど、そういうものがあったりします。で、それが一番最初の、その背骨って、脊椎っていうところですね、の原子反射になります。あと、原子反射っていうのは、その背骨っていう状態から、虫で考えたらいいと思います。一番最初は虫の状態が魚になって、
爬虫類になって哺乳類になって人間になるっていう風に段階を踏んでどん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 進化していく。で原始反射もそれにちょっと近い状態で、まず背骨っていうか虫の状態のものから手足が伸びて、で爬虫類は横に動いているものが哺乳類が縦にこう動くようになってっていう風に段階を踏んでいくようになっていきますので、それをそのワークっていうものを通してやるっていうものになっていきます。あともう一つ、その原始反射だけでなくて感覚統合っていうのも、まあ、これも統合ですよね。結局感覚統合のワークっていうのがあって、それと一緒に組み合わせながら、で左頭式リンパケアっていうのはその文字通り感覚であるので、その特に昨今の人なんか特に足らないのは、その感覚の中でもその五感っていう感覚だけではなくて、自律神経だったら交感神経側の感覚と副交感神経側の感覚も同じく統合していくっていうものもものすごく大事になってきて、そういういろんなものを統合させていくっていうのは本当に大事になっていく。でその中の、まあ、体の、まあ、筋反射ですね、筋肉の反射っていうものの一つが原始反射の統合ワークっていうものになりますので、一番最初に言ったように興味のある方、お話を聞いて興味のある方なんかはそれを、参加されるといいのかなと思いますので、で今日はまあそれをお話だけだとちょっと意味がわからないと思うので、まあ、前回のご質問なんかもあったので、その方、まあ、今日の方とかその前回の方向けて、その一番最初です、これはもう本当に恐怖麻痺反射ってやつと脊椎ガラント反射と摩耗反射っていう3つの反射を使うワークになるの で興味のある方はぜひ参考に実際にやって真似してやってみてください。それではちょっとやっていきますね。まず寝転がった状態でするんですけど、まだこの状態で、まあ、伸びててもいいです。で深呼吸していただいて、吸って吐いてふう、吸って吐いてふうってゆっくり呼吸をしながら、でワークに入るときに大きく吸って、で吸うときに丸まってください。この丸まりながら大きく吸って、で息を止めましょう。止めながらこうやって横動きです。横にこうもぞ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 で背中が地面に当たるようにもぞもぞしながら、だん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 こうやって体を伸ばしていってください。これ息止めてます。本当は伸ばしながら、でこれ以上もう無理だと思ったら手足を横に広げて、はーって息を吐いてください。吐くもしくは声出してもいいです。これはでこれを連続ですると、ワークの一つになります。これの詳しいやつというか、もっと細かいやつが佐藤先生の動画であったりはするので、あとまあ原始反射の統合ワークっていう講座があったりしますので、興味のある方はそこで参加していただくといいのかなと思います。でこれはあくまでワークの一つ であるし、先ほど言ったみたいにその筋肉、要は体に対して情報を入れたいがためなので、できればこれは続けていただくといいかなと思います。で僕なんかの使い方としては、今言ったみたいに寝た状態でするので、寝た状態で今のやつをして、でそのまま片手万歳をして寝るとか、まあ、朝起きた時にこの状態、今のやつですね、今のやつをして、でそのままシェー体操をして起きるっていう風な、なんだろう、そのセルフケアと組み合わせて使うっていうことが多いので、まあそれもご自分で好きなように使っていただくといいのかなと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。リンパケアサークルゆるふわの方では、こちらの動画だったり SNS メルマガで情報発信をしておりますので、興味のある方はフォローをお願いします。